昼だ昼。うっそ。はい、おはようございます。カパパです、ここはですね、石割神社の駐車場ということで、今日は石割山に登ります。今日のルートは初心者向けの石割山往復コースです。駐車場から赤い鳥居をくぐり、階段登山道を登ります。ゆるい登山道を登っていくと、やがて石割神社に出ます。石割神社からは約30分登ると絶景が待つ山頂です。では行ってきます。いやー、長え階段これ何段あるんだ。はい、鳥居をくぐったらね、もういきなりすんごい長い階段が現れました。まあ、とりあえずウォーミングアップ代わりにね、ゆっくりゆっくり歩いていこうと思います。ではね、頑張って石段上がっていきましょう。あれ、階段終わりっぽいな。あ、と思ったら、おお、ここは避難小屋だって。大きいね、ここ。平らなとこに出ました。きつかったね。いやー、よく登ってきた。はい、ちょっとね、余裕ができたんで喋れますけど、今日はですね、まあ、急に思い立って、まあ、要は、ね、富士山見たいと思い立って、休みのね、カグママを誘ってやってまいりました。天気もね、天気予報通り今日はよく晴れそうですね。おお、これは天国ロードじゃん。いや、いいね。やっぱり登山は天国ロードだよね。天国ロード一択だよね。まあ、登山にね、やっぱ必要なものは、まあ、俺ぐらいの年になると、まあ、ロープウェイだね、まず。もしくはケーブルカーね。あと、山頂までバス停があることね。あと、もう一つは天国ロードかな。いいな、筑波山っぽくてここら辺好き。ああ、ちょっと開けた。おお、素晴らしい。見えますかね。はい、ちょうどね、標高1300メーターぐらいのとこなんですけど、これ御神木なんですって。あ、でかっ。
はい、さっきのね、カツラの木の後ろを登っていくと、あ、これか。あ、これ。へえ。これそうなんだ。はい。石割神社。順路ってあるね。すごいね。はあ、初めて来たよ。わ、狭。上。昼だ、昼。うっそ。飛んないと。うん。いやね、ご利益あるっていうから、あと2回回ってこうと思ったんだけど、岩肌にね、昼がいてね、まあ、ちょっとそれでもう引いちゃいまして。はい。まあ、こんなもんでいいっしょ。ということで、石割山の山頂の方に向かいましょう。やぶこぎだね。うん、やぶこぎ。なんか空が近くなってきた。うん、おぉ、これ。今ね、8時28分。あれ？あれ、これ山頂か？はい、石割山山頂です。わ、これは絶景だね、これ。あ、三角点。大絶景。ここから、まあ、向こうに縦走できるそうなんですけど、はい、山旅の記録とすればここで終わりにしたいと思います。はあ、いいね。ちょっと下ってさ、なんか食べない？はい、というわけでございまして、今回はね、石割山に登ってみました。はい、ご視聴ありがとうございました。カババでした。